まあ、三脚を開きたいんだけど全然開けなくて困ってます。えいえいえいよいしょ。ああよいしょ。こうかな。立たないな。立ちました。ちょっと画面が下すぎます。よいしょ。新年一発目の配信から手こずっています。こんにちは。はい、こんばんは。こんばんは。トメさん、明けおめ10個ありがとうございます。ツナちゃん、明けおめ10個ありがとうございます。ヤチさん、明けおめ10個ありがとうございます。ということで皆さん、新年明けましておめでとうございます。あ、ヒロリンさん、明けおめ10個ありがとうございます。ちょっと暑いです。よいしょ。はい、ということでですね、新年一発目の配信ということで元気にやっていきたいんですけれども、こんばんは。今日はお正月でございます。皆さんいかがお過ごしでしたか？私はですね、じいちゃんとおじいちゃんおばあちゃん家にご挨拶に回っておりました。のでちょっと午前中は完全に音信不通だったとは思いますけれども、すみません。正月からお仕事でした。お疲れ様です。明けましておめでとう。ナンさん、すごい。わあ、すごい。くるギフトですね。くる年ギフト、ありがとうございます。ナンさん、くる年タワーありがとうございます。嬉しい、ありがとう。ゆく年ギフトがありましたもんね、年末に。来るはちゃんと虎に乗ってるんですね。ゆく年ギフトはモーモーさん、牛さんに乗ってたけど、ナンさんありがとうございます。虎かわいいよね。こんばんは。明けましておめでとうございます。年末来れなかったから嬉しい、ありがとうございます。お正月来ていただいて。こんばんは。アウトレットで経済回してきた。お、新年初売り的なサムシングですか？え、なんかこぼれそうな音する。これはおばあちゃん家でもらってきた16茶です。あの、なんかラベルレスの SDGs に貢献してるやつ、なんかもらったので飲みます。今日の配信のお供は16茶です。あれ、さ、昨日何飲んだっけ。なんか昨日もなんか16茶飲んでなかったっけ。こんばんは。お寿司食べた。お寿司食べました。あ、昨日は爽健美茶か。それ系、そのなんかいっぱい入ってる系のお茶好きなんですよね、私。こんばんは。そう、今日はね、その父方のおばあちゃん家が絶対にお正月お寿司にしてくれるんで、今日お寿司食べました。お年玉はなんかもう二十歳なんでお年玉もらえないと思ってたんですけど、ちょびっともらえました。あとね、新成人祝いをちょっといただきましたよ。そう、キャロンさん、明けおめ10個ありがとうございます。そう、新成人お祝い袋をもらいました。本当に来年からはなくなるんだなと思いましたね。新成人の封筒をもらってね、大人の仲間入りでございます。なんで甥っ子と姪っ子と いとこも、あの、最近生まれた、今年2歳なのか分かんないですけど、2歳ぐらいのいとこがいるので、いとこにもあげました。なんで私がお年玉あげたのは3人でございます。こんばんは。ケロンさん、かわいい10個ありがとうございます。
こんばんは。川端真嗣さん、ハッピーニューイヤー2022ありがとうございます。10個。なんかまたさ、正月もさ、イベントやってんでしょ、ショールーム。なんかさっきさ、なんかいつもメンバーに LINE で共有されるんだけど、またやるのと思って。なんかこの前やったよね。この前なんかクリスマスのイベントやったのに、もうそのお年玉イベントみたいなのあんのと思って。えぐ、ショールームさんえぐと思って。なんだっけ、なんかハーゲンダッツ2週間分とフルーツ大福と、もう一個なんだっけ、忘れちゃった。そのなんか3種類から選べますみたいな、30万ポイント達成でその3個のうちどれか1個プレゼントみたいなやつでした。ちょっともう1個のやつは忘れました。こんばんは。いけました、おめでとうございます。おめでとうございます。こんばんは。お米か、そうだ、お米だ。そう、私はハーゲンダッツがいいなって思ったから、お米のことは完全に忘れてたこんばんは。いや、今日はさ、寒かったね。なんか正月寒いって聞いてたけど、マジで寒かったね。ビビるぐらい今日寒くてびっくりしちゃった。なんか家の中にいるのにさ、廊下でさ吐く息がさ全部白いんですよ。全部白い、はーって言ったら、はーって全部白い息がわーって廊下でね、なるから寒ーと思って、そう思いました。お米実用的ですね。八朔大福、え、絶対美味しいじゃん。八朔大好き私。まあ、今日はなのでじいちゃんばあちゃん家巡りをして楽しい一日でした。楽しいし忙しい一日でしたね。盛りだくさんでございました。皆さんはお正月何して過ごしてましたか？いかがでしょうか？明けましておめでとう、おめでとう。お正月って何するんだろう？私は今んとこ毎年そのおじいちゃんばあちゃん家を巡るっていうイベントになってるけど、みんな何して過ごすんですかね？お正月って別に普通の土日ですって人いますか？関係なく別に普通の土日ですぐらいの人今年はね、土日だったから、土日、今日が土曜日だから、そう、三が日が土日だからね。こんばんは。スイッチやってる。あー、ゲームする正月最高ですね。なんか結構お正月に、なんだろう、家族で集まってゲームする人とか多いですよね。うちはね、ちょっと甥っ子たちがちっちゃくてゲームにならないのでやらないんですけど。駅伝見てました。うちのおじいちゃんも今日見てました。正月から仕事で病んでたけど、仕事中爆笑してプラマイゼロ。爆笑できることがあってよかった。まったりする。おいっ子や姪っ子が訪ねてくるのを待つ。まあそうですよね。こんばんは。正月とかもうしない。ああ、しない人もいるんだね。もう普通の土日ですって人もね。なんか形式だけでもなんかちょっとやるのが楽しかったりするけどね。ちょっとお正月っぽいものを食べてみるとかね。かまぼことか伊達巻きとか。初詣行ってきました。ああ、最高です。新春公演見てた。なるほど、元日公演ね。素敵です。さやは結局毎年朝まで起きてるんですけど、昨日は割と早めに寝ましたね。そう、朝までは起きてなかったな、さすがに。なんか寝ちゃった、いっかと思って。私なんかテレビ見る元気ないや。起きてようと思えば起きてられるけど、明日も
いろんな家回って忙しいしねえ呼ぼっつって寝ましたね。結局ね、初見で初見さんこんばんは、ありがとうございます。今日はね正月初詣行ってきたよ。こんばんは。ドラマの一気見、あーいいですね。あの録画したりためたやつを消化する休みにするとかね、最高。カウントダウン TV の AKB 見届けて感じた。いやわかる、それな。こんばんは。そこまでは頑張ったよね。でもでも見れなかったのが残念。初日の出ってさ明日の朝じゃね、違うか、初日の出は今日か、初夢が明日なのか。なんか初夢は2日の朝って言いますよね。初日の出は別に今日か違ったわ。3日に初詣いいですね。YouTube 三昧いいですね。こんばんは。いい、皆さん良き正月を過ごしておられますな。あけましておめでとうございます。おめでとうございます。おめでたし。諏訪湖の初日の出 YouTube 配信すごい、 YouTube で初日の出配信されてんの、時代ですね。諏訪湖の初日の出とかめちゃくちゃ綺麗なんだろうな。三が日は混んでるので4日に初詣に行く。賢い。それはもう随分明け、1週間ぐらいいつも明けてから初詣行きますね。そう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 。トメさんギフト20個ありがとうございます。パンシリーズ3級の勉強してる。パンの種類がいっぱい出てきて頭がパンパンです。お、3月に受けますか今年の。私も今パンシリーズ3級と2級の勉強してます。併願しちゃったから鬼頑張らなきゃいけないんだけど全然進んでないから 1,2,3 月めちゃくちゃ忙しいんだけどさ、ちょっと頑張りますめちゃくちゃ頑張ります。移動の電車とかでめちゃくちゃ読もうと思って。こんばんは。わさっぴさん、あけおめ10個ありがとうございます。髪切ったのね、もうずいぶん前ですけどね。こんばんは。前ちょっとやってた分の蓄積、なんかさ、その3級パンシェルジュ3級は多分その蓄積がだいぶあるんですけど、2級はこの前テキスト買ったばっかだからマジで3ヶ月で、3ヶ月っても3月の中旬だから2ヶ月半で詰め込みます。私詰め込むの得意だから多分いけると思う。 そんなに難しい試験じゃないからね、検定じゃないから。そう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 。パンシェルジュは免許じゃなくて検定ですね。普通になんか知識、この人はパンについての知識がありますよっていうなんかその表示に指標になるだけで、全然免許とかは特にないです。こんばんは。江川様にパンの作り方を教えてもらう。江川様パン、江川様じゃなくて竹蔵じゃね。江川様のパンはまずいって言われてたじゃん。3日に初漂流するミニライブあるみたいだから楽しみ。そうね、なんか三が日はこうお正月のミニライブみたいなのがあるらしいから楽しみですね。何やるんだろうね、全然知らないから楽しそうでいいね。富士のイベントがめちゃくちゃ楽しかったからきっとそういうミニライブも楽しいんだろうなって思う。こんばんは。暗記得意？いや暗記は苦手です。でも長期記憶よりは短期記憶がめちゃくちゃ発達してるので、私はその試験のためにめちゃくちゃ覚えるのは多分できる。そう、
なんか、あ、すごい15分経ちました、ありがとうございます。747回分ですね。こんばんは、国谷さん、明けおめ実行ありがとうございます。ヒラリンさん、ハッピーニューイヤー2022ありがとうございます。なんかすごいみんないっぱいお正月ギフトいっぱい投げてくれてる、嬉しい、ありがとうございます。あ、すごい、お、え、なんかアニメーションかわいい、かわいい、すごい、画面の半分ぐらいアニメーション出てた、すごい。ケンケンさん、明けおめことよろー、ありがとうございます。ダブルタワー、お年玉なんかすみません、ありがとうございます、嬉しい、お年玉いただいてしまいました。あ、すごい、今体の中で勝手に一人ミルクボーイさん始まるとこだった。はい、ここでお年玉をいただきましたけどね、こんな何本あってもいいですからね、ありがとうございます。ケンケンさん、お年玉ありがとう、そしてアニメーション可愛かったです、ケンケンさんありがとうございます、本当にありがとう。こんばんは。いや、ちょうど今日なんか新年のネタ見せみたいな番組でミルクボーイさんたまたま見たんよね。そう、初見です、初見さん、こんばんは、ありがとう。で、なんかせっかくみんながお正月ギフト投げてくれてるから、ゆったりお正月イベント目指してみようかなね。せっかく皆さんが投げてくださってるから、よいしょ、なんぼあってもいい、かっこ心理って感じですね、お年玉の場合は。来ました、おめでとうございます、おめでとうございます。こんばんは、こんばんは。正月か、なんかお正月ねお正月ね、結局テレビほとんど今日見てないけどね。おじいちゃんおばあちゃんちね、テレビのない部屋でご飯どっちも食べたから、うん、全然テレビ見てないわ。お風呂入っていたらいつの間にか始まっていたでござる。すみません、お風呂入っちゃって。あ、入ってる時にやっちゃって。はい、すみません。でも、急いで来てくれたんだよね。ありがとうございます。こんばんは。お雑煮は食べた。お雑煮はね、明日のお昼ご飯かな。え、朝ご飯か。朝ご飯かな。マンダリンさん、明けおめ10個ありがとうございます。あ、明けおめギフト、現在、22,272 ポイント。ありがとうございます。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。明日は箱根駅伝、今日やってたのは何、なんか今日も駅伝やってましたよね。なんかじいちゃんが見てたよ。最後駅伝見たこと一度もないんですけど、ちゃんとニューイヤー駅伝と何が違うの、走ってる人が違うってこと、走ってる人のその種類って言っちゃいけないけど、なんていうの、所属。あ、今日は社会人の方だったんだ。駅伝って大学生しかやってないと思ってた。すご、今日は社会人のそのあれかな、会社さんの部活みたいなやつかな、とかなのかな、どうなんだろう。明日は大学生なんだ。なるほどね。すごっ。お正月ってそんないっぱい駅伝やってんの？なんでお正月にやるんだろうね。大変だ、寒いのに。夏よりはマシなのかな。でも寒いのも辛いよね。さとちゃん、明けおめ10個ありがとうございます。年末は女子大生の駅伝もある。そうなんだ。
関西は漫才の番組ざまい。いや漫才の本場みたいなとこあるからな関西はね。やっぱお正月ってやっぱお笑いっていうイメージはあるよね。うん、暑い時に駅伝はちょっと、いやその暑い時もあれだけどさ、寒いのもさ筋肉こわばるからきつくない？春ぐらいが良くない？正直社会人はもうプロに近い。だからさ知ってるよあれでしょ、だから企業さんにさもうそのなんだろう 駅伝をするためにその企業に就職とかそういうレベルの人たちのことでしょ。やっちさんすごい屏風だ、くまちゃん屏風だ、鏡餅かこれ、くまちゃん鏡餅か、ありがとうございます。タワーありがとう、やっちさんタワーありがとうございます。すごい新年から皆さんにたくさんお年玉をいただいてしまっています。申し訳ない、ありがとうございます。今年もショールームいっぱい頑張りますので何卒よろしくお願いします。こんばんは。長野関西のローカル番組映らないですね、さすがにね。あ、なるほど、交通量ね、確かにお正月は交通量が減るから道路を封鎖しやすいということでござるな。川端真二さん10個明けおめギフトありがとうございます。こんばんは。春が好きだが最近は春が短い。最近はっていうかさ、別に毎年春って短くない？毎年短いけどさ、去年の春のことをまた忘れるから今年の春は短かったなって毎年言ってる気がする。昔から春は短いものな気がするよ。さとちゃんハッピーニューイヤー2022ありがとうございます。背景もおめでたい感じで楽しいね。ね、年末の背景より明けおめの方が好きかも。なんかおしるこ作っている人もいるし、おみくじもあるし、カルタみたいなちはやふるしてる人もいるし、たこ揚げしてる人もいるし、すんげえ遠くの方にクマが登ってる東京タワーあるし、こっちのがかわいい、一富士二鷹三なすびあるし。あけおめです。こんばんは、あけましておめでとうございます。おめでとうございます。駅伝は日本独特の競技で、飛脚からヒントを得た。そうなんだ、それは知らなかった。そうか、マラソンとかとはまた別なのか駅伝って。確かに飛脚の人って昔は本当に、なんか東京から大阪とかをさ何日で走っていくみたいなしてるぐらい、なんかもう脚力お化けみたいな人たちがいたから、すごいね、すんごい。そういうところからこうスポーツをさ作る人がいるってのが面白いよね。やっぱりいろんな着眼点があるんやなって思う。一富士二鷹三なすびの続きある、あるね。なんか屏風となんだっけな、忘れちゃった。あとなんかあのお坊さんなんて言うんだっけ、あれ名前ちょっと忘れちゃったけど、いろいろありますよね。あんまり知らないです。今夜見る夢が初夢だから楽しみね。いや絶対さ明日覚えてないと思う。今日はなんか起きた瞬間を覚えてたけど3秒ぐらいで全部忘れてうーんってなってる。だからラスト夢も分かんなかった。初夢ね覚えてたらいいな、なんかおもろい夢だったらいいな。なんか夢って起き方によって覚えてられるかどうかって違うと思うんですよ。そう、起き方がちょっと調子悪いとマジで何も覚えてない状態で起きるんですよね。おちゃむさん、今日も10個ありがとうございます。駅伝、箱根駅伝の生みの親、花栗しそうって読むんだっけ、
知ってるけど、なんでさえ知ってんだろう、その人のこと。なんで名前知ってんだ。え、なんで知ってんだろう。知ってるけど忘れ、わかんないわ。絶対クイズノックさんで知ってると思うんだけど、何のあれで知ってたのかわかんないわ。夢に出てくるのは大体推しメンじゃないメンバー、まあ、あるあるですよね。見たいなって思う夢はなかなか見れないよね。わかる。大河ドラマでやってた。でもそれ大河ドラマ見たことないからな。花栗しそう絶対さ、クイズノックさんの動画で知ったけど、マジで何の話題 でどんな流れで出てきて知ってたのか全然わかんないや。多分駅伝の話なんだろうな、私が聞いたのも。大河ドラマ見てないから知らない。なんか寒いからかわかんないんだけど、マジで足痛いんだけど、足痛すぎて一生もみもみしてる。困っちゃったな。最近は夢どころか一日前に食べたものも覚えてられない。なんかやばいって言うよね。でも前日の夕飯思い出せないのが結構やばいみたいな。なんかね、言いますよね。でもそんなこと言われてもねっていう感じではあるよね。覚えてたいけど覚えてないもんは仕方ないよねって。こんばんは。夢にサイリー意外と出てくる。あ、本当ですか、嬉しい。こんばんは。急に言われると思い出せなかったりする。いや、わかる。パッて言われるとってなるよね。 なんだっけなっつって、ちゃんとちょっと時間かければ思い出せるんだけど、パッて聞かれちゃう。ん、昨日何食べたってなりますよね。わかります。どれがどの食事だったかわかんないよね。この食事は昨日だったのか一昨日だったのか、それとも昨日の昼だったかなみたいな。夢の登場人物がむちゃくちゃなのに物語として成り立っているから不思議。確かに、なんか絶対にこの人とこの人は知り合いじゃないのになんか仲良くしてたりする夢あるよね。もう私の知り合いがオールスターズみたいな、オールスター感謝祭みたいになる時あるよね。絶対にそこ絡みないでしょみたいな。おいっ子めいっ子にお年玉あげた。うん、さっきも言ったけどあげました。ゆいにメンバー出たことない気がする。あ、本当ですか。じゃあ初メンバー私だったらいいな。一緒に仕事する夢が多いです。やば、夢の中で私に仕事させてるやん、おもろ。夢にさえ出てきてほしいな。皆さんの夢にぜひお邪魔したいものですね。絶対ふざけて帰りたい。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。こんばんは。出てきたら永遠に寝てた。え、でもわかる。なんかさ、めちゃくちゃいい夢だったりとかさ、なんかもっと見てたいっていう夢の時ってなんか二度寝しちゃいません？こんばんは。パッと起きて、うわ今の夢まず続き見てーって時もう一回寝るもん。やると思う。これみんなあるあるだと思う。こんばんは。夢ね、初夢何かな。去年の初夢って何だったかな。なんか去年なんか覚えてなかったとかそういう感じだった気がする。起きたら合わせたみたいな。こんばんは。もし覚えてたらまたみんなに教えますね。こういう夢だったよ。覚えてないかもしれないけど。こんばんは。夢はもう見た。チームメイト出てきた。いや、初夢はね、明日の朝起きて覚えてた夢なんですよ。そう、夢は録画してみたい。悪夢ちゃんって昔ドラマありましたよね。北川景子さんが出てた。あれみたいな感じでさ、
映像化できたらいいよね。枕の下に見たい夢の写真入れとくと見たいもの見れる。見れないよ。それは何回かやってるけど一切見れなかった。あれは嘘だ。全然見れない。何回かやってるけどマジで出てこん。迷信じゃ。ヤクミちゃん懐かしいよね。めっちゃ懐かしい。こんばんは。夢はカラーで見ますか？私ね、めちゃくちゃカラーで見るし、あの自由に動ける。なんか夢ってなんか決める人によって結構性質が違うらしくて、白黒の人もいるしカラーの人もいるし、あともうなんか勝手に自分の意思で自分が動けない夢の人もいるし、別に普通に動ける人もいるんだって。結構本当に人まちまちらしいんだけど、私は結構本当に現実世界と変わらない感じ。ただちょっと画質荒いなって感じかな。そう、起きてみると、あ、夢だったな、そういえばなんかちょっといつもよりはっきり見えない感じだったなみたいな感じ。ちょっと画質悪いなって感じがする。そう、枕の下にサリの写真入れれない。大事でね、逆にね。こんばんは。枕の下絶対シワシワになっちゃうしね。大事にしてくれてありがとうございます。私はライブの映像とか見たものを脳内に録画しておくのが欲しい。え、めっちゃわかる。なんかさ、そのなんだろう、円盤化されない作品とかももちろんあるし、あと円盤化されてもさ、その推し面が一生映ってるわけじゃないじゃん。推しカメラがあるわけじゃないから、だからその目で見たものが残ればいいのにってめちゃくちゃ思うよね。めっちゃわかる。それな。こんばんは。こんばんは。とりあえず寝室にサリーのカレンダーを飾ったのでいい夢見られそうです。めちゃくちゃいいじゃないですか。そう、カレンダー変える時期ですよ。時期ってか変える日ですよね、今日ね。新しいカレンダーに皆さんしてください。人間すぐ忘れちゃうからな、切ない。え、わかる。だから覚えておきたいこととかちゃんとメモっといた方がいいよね。メモっとかないと全部忘れてっちゃうんだよな、本当に。つなちゃんハッピーニューイヤー2022、ありがとうございます。イエーイ。サリンカレンダーあるの忘れてた。ぜひ使ってください。今日から使えるのでね、よろしく。忘れたいことは忘れられないというジレンマ。まあそれはあります。なんか嫌な思い出とか、こう普段は思い出さないんですよ。なんか最近嫌なことあったかなとか、恥ずかしかったこととか何かなって考えても何も出てこないんだけど、何でもない時にファッてフラッシュバックして、なんか鬼やむみたいなことはまああるよね。すげえ嫌な気持ちになるみたいな。私はそれでツイッターの下書き残してるから、年末に見たら大変なことなんですよ。ツイッターの下書きに残すの？特集、特集。逆に幼少期に見た夢今覚えてる。私も小学校の時に見た夢一個まだ覚えてる。そう、それはこんばんは。なんか覚えてたいなって思った夢だったから、もう起きた瞬間になんか何かにメモったんですよ、バーって覚えてることを。そしたらその一回こうアウトプットしてるからずっと記憶に定着してる。そう、いまだになんか映像で思い出せるね、夢、その時の夢。でも覚えてんのその1個だけかな、夢は。20年生きてきて。
だからね、覚えておきたい夢はね、起きた瞬間にバーってメモすると割と脳みそに残りやすい。こんばんは。私の弟も割とみんなツイッターの下書き残し、下書きに入れるくらいならツイートしたらいいのに、なんで下書きでとどめるねん下書きに残すんだったらメモ帳でいいし、下書きに書いたんだったらツイートしたらいいのにね。まあなんか不思議なことしちゃうよね、わかる。それがね、なんだろう、オタクしてる時の謎行動ってあると思う。私もある。さすがにツイッターの下書きにいっぱい書くってことはしてないけど、絶対こっちのが効率いいじゃんってことをこう わざわざやっちゃう時とか全然あるよね。本で読んだことある、見た夢を覚えようとするから記憶に定着する。でもなんか今日見た夢っつって毎日夢日記つけてると夢と現実がなんか混同して、どっちが夢とどっちが現実か分かんなくなって、普通になんか精神崩壊しやすいから毎日書くのはやめた方がいいです。そう、こんばんは。毎日夢日記つけるのはダメらしい。すごい、明けおめ2022、現在6488ポイント。すごい、1日で6万ポイントもいくの。なんか5日ぐらいのイベントだったよねすごい、ちゃんと30万ポイントに近づいてる。嬉しい、皆さんありがとうございます。こんばんは。なんかせっかく皆さんが投げてくださってるから、せっかくならまあ、あの無理せずですけど、うまくいけばいけたらいいなぐらいの気持ちです。こんばんは。夢はもともと記憶の整理整頓。あ、そうなんだ。あ、アンデンさん、なんだっけ、鏡餅タワーありがとうございます。嬉しい、アンディさん、鏡餅タワーありがとうございます。今桜餅って頭に浮かんで桜餅って音したけど間違えてて、紙か鏡餅ってちゃんと言えてよかったですお年玉パワーですね。まあ、確かになんか寝てる間に記憶がこう整理されて定着するっていうから、確かに夢は記憶の整理作業なのかもしれないね。ほんの気持ちです。いやいやいや、ほんの気持ちがとってもビッグな気持ちです。ありがとうございます。そうね、で夢の中にさ、その知ってるものとか知ってる人しか出てこないじゃん。知らない人は出てこれないわけだから、知らないものとか知らない人とかって。でもたまに夢の中になんか知らない人とか出てくるから、なんかどっかでこう出会ったことがある記憶の奥底にはその知ってる人だけど、表面上の記憶にはマジでない人とか出てくるから不思議だなと思う。マジで知らない他人みたいな人出てくるけど、どっかでこの人出会ったんだろうなって起きてから思う。誰だったんだろうあれみたいな、マジで知らん人みたいなね、ありますね。いや、アニメのキャラは出てきたことないな。国有さん、あきおめ10個ありがとうございます。嬉しい。全然会って友達で、全然会ってない友達とか不意に出てくる。いや、わかる。なんか夢で見て、え、懐かしいってなるよね。一人同窓会脳内でやるみたいな、何それみたいな。そう、枕の下にサリの写真入れられないから納品書入れようかな。やば、なんかなんだろう、なんかもう安い紙とかにさ、私の自撮り写真とかちょ印刷して入れたらいいんじゃない。その生写真とかは多分ね、もったいなくて入れられないと思うから、なんか納品書、なんか納品書枕に入れたら、なんかすごい仕事の夢見そうじゃない。明けおめ、明けおめ。夢は時空が歪んでるのに妙に、そう、妙に辻褄合うんだよ。それな、こんばんは。あ、でもさ、もう一個
さっき一個覚えてる夢あるって言ったけど、もう一個覚えてる夢あるわ。このさ、壁にさ穴開いてるんですよ。映ってるかな、うちほら壁に穴開いてるんですけど、寝室のね、この寝室の壁の穴から鶏が出てくる夢見たことあるよ。マジで小学生のちっちゃい頃、前も話したことあるな、この話。そうショールームで前も話したことあるんですけど、そういう夢見たことあります。なんか鶏が、なんかキャラクター化、本物の鶏じゃなくて結構キャラクター化された可愛い感じの鶏、こんばんはこんばんは、がなんかポン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 ってこう出て一列になってなんかどっか歩いていく夢見た。可愛い鶏だったから、可愛い夢だったよ。そうイラストの鶏みたいなやつだよ。ポンポンポンって、こんばんは。この穴は兄ちゃんがちっちゃい時になんか壁蹴って開けたっぽいっす。でもさやまず記憶ない時だからあれだけど、結構ポップな夢でした。今日書き初め終わらした、宿題あとちょっとなった。え、天才がいる、天才なんだが、お疲れー、お年玉もらえてハッピー、いい正月だね。すごい書き初めをちゃんと、てか1日にちゃんと宿題とさ、そのもろもろを進めれるその能力やばいね。絶対さ正月だし1日くらいは休みにしちゃえってやってたわ、私だったら。ディズニー的、あ確かにディズニーのアニメってさ、ちょっとなんかの 3D アニメーションみたいな感じじゃん。トイストーリーみたいな、あそうトイストーリーみたいな感じのやつが ここの穴から出てきた夢でしたね。そうそうそう、こんばんは。サンタさんも来ないし、お年ももらえない。これが大人になるということか。そういうことだ。つらい。昨日サリーに頑張れって言ってもらえたから頑張れた。なんていい子なの？嬉しい。私の一言で？嬉しいね。お年玉もらえた？なんか、そう、今年からないって聞いたんですけど、ちょこっとだけもらえました。ありがたいです。我が家は明日親戚が集まるから、今日は1日だけど正月らしくなった。なるほどね。じゃあ明日は逆にそのあんまりできない日というかやらない日になるのかな。なるほどね。2日がみんなのお正月って感じな感じのご家庭なのね。大人、そう大人はね、あげる側になっちゃうからね、困っちゃうな。ずっと赤ちゃんでいたいよね、ほんと。二十歳か、もう赤ちゃんって言ってられねえな。未成年じゃなくなっちゃったんだよね。お茶目さん、おーっとこれはなんだ、門松かな、門松タワーありがとうございます。お茶目さんすごい、めっちゃキラキラしてる、かわいい。なんか和のスタンドフラワーみたいな感じだね。え、なんか確かにこういうスタンドフラワーって見たことなくない？なんか和っぽいスタンドフラワーみたいな。めちゃくちゃ可愛いじゃん。こういうの作ってみたいな。ねえ、画面に近すぎだろ、さやの顔。壁の穴しか映ってないよ。なんかこういうのいいよね。最高。いいですね。こういうスタンドフラワー作ってみたいですね。なんかミニスタンドフラワーみたいなのさ、自分で作ってみたいね。いけばななっちゃうな、それ。いけばなだったわ。いけばなすればいいんだ。いけばなやってみたいんだよね。話の飛び方えぐ。えぐいな。今えぐかったな。ポンポンポンって、ステップ、ホップ、ステップ、ジャンプしてた話が。いてててて。ああ。背中が痛い。今日は。ずっと座ってたからな、疲れちゃったな。フラワーアレンジメント、そうですね。いけばな一回やってみたいけど、マジでセンスないから無理。なんかセンスって、センスのあるなしって、なんか知識のあるなしらしくて、
やっぱ勉強すればそのセオリーがなんとなく分かるようになるから、それがこうセンスにつながるってなんか誰かに言われて、ああさ、いろいろセンスないけど不勉強のだけなのかって、なんか逆に落ち込んだ。そう、勉強が足りてねえのかと思って。ホップジャンプだった。あ、もうステップもなかった、ホップジャンプでした、失礼しました、飛んでいっちゃいました。こんばんは、こんばんは。だからお皿にご飯を盛り付けるセンスとかデザインセンスとかがあんまりないんですけど、マジで勉強すれば磨けるということで、結構ね、でもデザインの勉強は今その勉強っていうほどはしてないけど、その人のをよく見て、あ、こういうデザインがあるのかみたいなのを見るのは結構好きで、なんかいろんなデザイナーさんがさ、今ツイッターとかやってらっしゃったりするから、検索して見に行って、なんかいろいろ保存してみて、あ、こういう風なやり方もあるのねとか、やるのは最近の趣味です。そう、絵のセンスも別にない。母親がいけばなの市販代だけど、今は全然すごい、市販代むちゃくちゃかっこいい。え、何、愛媛の人ってさ、そのそういうなんだろう、和のものを極める性質があるの。なんかルンちゃんのお母様もなんかなぎなたのなんかすごい上手な方って聞いてさ、なんか愛媛の人やべえなと思って、なんかみんな、なんか技術を手にしてんのと思ってさ、なんか今思ってる。こんばんは。生き物やお茶などは演技に役立つそう。あ、なるほどね。でお茶できたらいいよね、お茶かっこいいよね、シャ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 って体験とか言ってみたい。お茶とか体験する動画とか撮りたいな。どっか撮らせてくれるとこないかな。なんかああいうところっておごそかだから、なんか動画撮るのとかすごいなんか気が引けちゃう気がするよね。ともちさん、あけおめ10個ありがとうございます。チキン。ありがたし。ケバナもね、いいよね。ケバナおしゃれにできたらすげえ楽しいんだろうな。なんかすごいお姉さまな趣味って感じしません？いけばなってね。お茶もかなりだと思うけど、でもさ、これが趣味の欄にお茶とかさ、いけばなって書いてあったらさ、えってちょっとなるよね、何それって。でもさ、正座ができないんだよね、長時間。なんか高校でその茶道部みたいなのがあって見学は行ったんですよ。そう、でも正座が無理すぎて入るのやめたんですよね。まさっぴさん、メリークリスマス2022、メリークリスマスじゃねえやハッピーニューイヤー2022、ありがとうございます。ごめんなさい、もうまだクリスマスの気持ちでした。ミスりました。まだ2021年に置いてかれてる人います。ほんとなんか正座長い時間私できなくてやめた、無理やんってなって。リンさんは新年動画でハッピーハロウィン言うてたで2ヶ月ぐらいあの人置いてかれてるな、おかしいな。リンさんの方が置いてかれてたわ、私より。私言っても1週間ぐらいだからね、まだ置いてかれてるの。リンさん2ヶ月ぐらい置いてかれてるやん、なんでやねん。今何時？50分。今年の秋を先取りしてるやば、早すぎだろ。この体勢でやってるとめちゃくちゃ背中と肩が凝る、痛い、伸ばしている。凝り固まりすぎです、どう考えても
あ、痛い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 、あ、やばい、釣りそうだった今、危なかった今、背中釣るところでした。無理に伸ばすと釣りますからね。京都で座禅やってみる。でも座禅はね、それ組めるんだよ。よ、座禅はね、全然組めるの。あ、でもちょっと待って、新スプリントに思いっきり足当たってめっちゃ痛かった今。やばい、座禅さえ組めないかも。足、ちょうどさ、足痛めてるところにさ、負担がかかるんだけど。あ、左足上にすればいけるわ。はい、組めました。でもあの、これやってもらいたい、ピシーンってやつ。なんかこうやってやって心が乱れた。でもなんかあれってさ、なんか叩いてもらいたい時、なんか自分でこうやってお願いするんでしょ。ちょっとここやって、あ、今僕叩いてくださいみたいなやるらしいね。そのなんだっけ、その気が乱れてるから叩くとかよりは、なんか自分からこうお願いするっぽい。そう、なんか叩かれたらこうやってやるみたいな。やってみたいよね、わかる。さあ、やってもらいたいなって思う。めっちゃ気引き締まりそう。うわって。滝行ね、滝行はちょっと自分ではあんま行きたくないから、なんかバラエティの罰ゲームとかで行きたい。そう、罰ゲームとかで行きたい。サリーは寝そう。え、そんな不真面目なイメージあります？やばいな、それは。真面目なイメージがつくようにもっと頑張んないとな。そんな寝そうなほど不真面目ですか？今日は自撮り棒で映さないの？今日もこれ自撮り棒立たして、なんか立つ自撮り棒なんですよ。三脚にもなる自撮り棒だから、今三脚でタイプでやってるよ。ヒカルンフォードの生誕祭決まったけど、サリーもフォードで、え、ヒカルンフォードの生誕祭決まったの？いいな。サリーもフォードできるといい。エイトでもフォーでもいいんだけど、エイト今生誕祭待ちめちゃくちゃ多すぎるから、フォーの方が多分早くできるから、フォーでやりたいなって思ってます。そう、へえ、6日にやるんだ、いいな。ヒカルン誕生日いつだっけ。サリン出るかと思った。確かにフォーとかもうなんかとんでもない、ずいぶん出てないですね。あ、去年の1月の分をやるのか。え、そうだよね、あれさ、光る1月だったよなと思って、でもまだ誕生日来てないよなと思って、今すごい考えちゃった。あれ、光るが1月誕生日なの、私の記憶違いかと思って、間違ってたら嫌だし口に出さんとこって今黙ってたけど、やっぱ1月ですよね。そうかそうか、去年のね、去年の生誕祭をね、あ、できてよかったね。でも本当にめちゃくちゃいいじゃないですか。なんか去年の1年はどうでしたかと、来年はどうし、あ、今年はどうしたいですかの質問がめっちゃむずくなるけど、めっちゃむずくなるけど、でもできてよかったですね。そう、マリアちゃんとかハルピョンも2年分をやってましたよね。そう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 、そうなんだ。だから私が今年の夏に去年の分できたのは本当にめちゃくちゃ幸せなことなんですよ。ちなみにね、顔出しにさん、あきおめ10個ありがとうございます。あ、すごい、あきおめギフト84,524 ポイント、1日目でめちゃくちゃいくじゃないですか。皆さん嬉しい、ありがとうございます。ハッピーです、マジでハッピーです、ありがとうございます。お手紙誰からだろうな。ナナさんとかありそうだけどね、めちゃくちゃナナさん可愛がってるから、ヒカルのこと仲良しだし、この前もなんか一緒にご飯食べてたし。開かない。
は明けましておめでとう、今年もよろしくね、よろしくね、こんばんは、明けおめです。背中痛い。もう私も生誕祭、まあ、まだねさあ誕生日迎えたばっかりなので、あの生誕祭できてないメンバーがたくさんいるのでね、まだまだ先かなとは思いますけれども、早くやりたいなと思います。そう、8の生誕祭でもねお手紙制度が導入されまして、ついに今までどうして逆になかったのかっていうのはちょっとありますけど、ついに何がきっかけで導入されたのかっていうの疑問もありますけど、2つぐらい疑問が生まれましたけど、そうお手紙制度が出まして、できまして、嬉しいですよね、お手紙ってやっぱもらえると。そう、私も前回の生誕祭は8で、違う4でやらせてもらったからお手紙いただきましたけど、まあ確かに8は昔合同が多かったですね。合同だとお手紙読んだらなんかそれだけで小1時間かかってしまうもんね。そう、それはありますな。6人とか一気に生誕されてた時とかあったもんね。あれはあれですごかったな。今年髪の長さはそのまま？え、それは1月1日の時点では分かんなくない？分かんなくない？はじめまして、はじめまして。それ気が変わるかもしれないし、このままでいくかもしれないし、そんな来年の12月、11月のことは、気持ちは今は分かんないですね。分かりませぬ。以前しおりんとの行動あったっけ？そう、しおりんと一緒にやらせてもらった時ありましたね。初めてもらったお手紙が村山さんは羨ましい。マジで大事に取ってある、あれめちゃくちゃめちゃくちゃ大事に取ってあるよ、あれ。いつもなんかさ、そのなんていうの、大事なものを入れてる箱があるんだけど、それの一番上に入れてるから、いつもそのものを持ってるものをお部屋の整理整頓するときに一番最初に目に入る、いつもふふって。そう、めちゃくちゃ大事にしてます。大好きな先輩からのお手紙ですからね。セナタンが嫉妬してたってきた。え、かわいい、セナタン、セナタンかわいい、かわいすぎるな。セナタンもリリさんのこと好きですよね。私はセナタンのこと好きなんですけどね。セナタンマジかわいい。セナタンがなんか加入ドラさんで加入した時から、めちゃくちゃめちゃくちゃ赤ちゃんみたいな可愛い子いるじゃんと思ったら、同い年でそのギャップにビビってからずっとなんか密かに推してる。そう、ちょっと好きだね。そしたらさ、同い年なんで今年成人です、成人式です、今年。そうです、同い年です。みんな知らなかったでしょ、セナタンが今年成人式、私と同い年で成人式ってこと。チーム4の間に劇場入りたいな。さあ、もうチーム4の間に一度はチーム4公演出たいなと思っています。学年も一緒、学年も一緒ですよ。そう、
サイリンもバブ、サイリンそこまでバブじゃなくね。バブじゃなくね、顔丸いとこだけじゃね、バブちゃんなの。赤ちゃんってプップププじゃないですか、それが可愛いんですけど、そこだけじゃね、バブちゃんなの。そこまでさ童顔じゃないと思う。だってさ、お酒買うとき年賀一度もされたことないもん、今までこの1ヶ月くらいで 2回ぐらいお酒買ってるけど、一度も年賀されてないもん。そう、実は童顔じゃない説今ある、自分が。まあ、すっぴんは正解、すっぴんは赤ちゃん正解。まあ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 、このリップマジでいい、全然読めない。にマジで読めないんですけど、これみんなおすすめです。マジで読めない。いや、正月ですね、成人式か、成人式ね、びっくりだな。こんばんは。長野って年賀厳しくなかった？あ、そうなの？長野でお酒を買ったことないな。そうなんだ、長野って厳しいんですか？そんな地域性あるんだ、知らないですね、聞いたことないけど、どうなんでしょうか。セナタン2002年2月22日生まれで2が並んでる、すごい、2しかないじゃん。え、めっちゃすごくない？こんばんは、すごっ。あ、トメさんすごい、鏡餅タワーありがとうございます。トメさん嬉しい、こんなこんな新年一発目の配信からとんでもない量のタワーを立てていただきまして、本当に皆さんありがとうございます、嬉しいでございます。 ありがとうございます、とめさんありがとう、ありがとうございます、嬉しい。ちなみに私は2001年11月22日生まれということで012しか使わないっていうあれがあるんですけど、セナタンのその2並びには勝てないので言えないです、あんまり。そう、あんまりインパクトないですね。こんばんは。そう、暗証番号にできない誕生日ランキングかなり上位だと思うわ。福谷さん興味ギフトありがとうございます。もっと言うと2001年11月22日平成13年で生まれたのが13時41分なので01234があれば全ての自分の生まれたものをあれできる、表現できる。そう、すごない、全部若い数字なんです。56789が出てこないんですよ、私の生年月日すべてに。そう、まあどうでもいいっていう話もありますけどね。どうでもいいっていう話ではある。私はしようと思って iPhone に怒られました。iPhone のロック画面8桁とかにしてさ、20011122にすれば怒られないよ多分。めちゃくちゃ私の生年月日だけど。
お昼に生まれたのね。そう、ママが笑っていいともを見てて陣痛が始まって生まれたので、あの1時間ぐらいで生まれました。めちゃくちゃ安産です。こんばんは。前に好きな4桁言ってもらったからそれにしてる。嬉しい。全然好きな4桁なんて言ったか全然覚えてないんだけど、なんて言ったんだろう。まあいいか。それにずっとしててね。正直自分は何も覚えてないんだけど。推しの誕生日が暗証番号あるある。まあ確かにしがちだよね。わかる。車のナンバーで生年月日にしてる人いますね。誕生日にしてる人とか、あの語呂合わせにしてる方とかいますね。でもナンバーをその自分の好きなやつにするにもちょっと追加料金かかるからさ、相当なこだわりがないとなかなかできないよね。こんばんは。ちなみに私は今となってはあんまり覚えてないんですけど、あれだ、あの高校の時にめちゃくちゃ仲良かった先輩がいて、女性のね、なんかそうめちゃくちゃ好きな先輩がいて、なんかその人のなんかに関係する数字だったと思うけど、何の数字だったか覚えてないわ。でもそれですね、iPhone の暗証番号。マジで何の数字だったか全然覚えてないんだけど、なんかその人関連の数字だったことは覚えてる。何だったっけな。忘れちまったな。こんばんは。それを歌ともに言ったらみんな推しに4桁聞いてた。いや流行っちゃうよ、推しの好きな数字を暗証番号にするっていうオタ活が流行っちゃうよ。めちゃくちゃいいじゃん、センスある、センスありすぎるな。でもそろそろさえも iPhone の暗証番号変えたいんだよな。変えたらさ、なんか戸惑いそうじゃない？今までもうさ結構4年ぐらいその暗証番号で来てるからさ、もう手が勝手にその動き方をするわけよ。そうだから、こう変えたらパッと忘れそう。あ、新しいやつなんだっけみたいな。ね、それが怖すぎてできない。変えれない。誕生日の逆打ちにしてる。ああ、ともいい。誕生日だとね、なんかこう自分の友達とかがワンチャン誕生日してて開けられちゃったりとかするけど、逆打ちはなかなか想定してないよね。推し変したら暗証番号も変わるやつ。じゃあ死ぬまでその暗証番号でいてもらえるように頑張んなくちゃね、私が。私が死ぬまで6桁が長いから4桁にしてるけど、セキュリティは下がる。そうですよ、私なんて8桁ですからね。長すぎです。もっと長い時は生年月日の逆打ち。長いね。あのでもあれあるじゃないですか、あの iPhone じゃなくてさ、あのなんだ、会員登録の暗証番号とかで大文字と数字を混在させてくださいみたいな、あれの時考えるのちょいむずいよね。え、大文字と数字入れんのか、どうやってやろうかなみたいな、めちゃ悩む。ある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 です。パスワード考えるのに一苦労いつもするな。
ああ背中の凝りがやばいからこう定期的にこう伸びないと私の背中が終わる。ちょっとこの三が日年末から年末年始あのジムに行けないからさ、なんか全ての筋肉凝り固まってる気がする。ストレッチぐらいはしないとダメですね本当にね。やっちゃダメなのにある程度共通化してる服装ぶるのも、まあそれはある。なんかめちゃくちゃ大事なやつとかはちゃんとこう変えたりするけど、なんか割とそのどうでもいいやつ、なんかあのなんだろう、個人情報とかをあんまり入れないタイプの会員登録とかあるじゃん。本当になんかちょっとしたやつみたいなはなんかもう良くないけど一緒にしちゃったりするやつもあるよね。なんかすげえ大事なやつはさなんか変えたりするけどさ、ちょこちょこどうでもいいやつ一緒にしがち。こんばんは。でもさちょっとパスワードの話あんまりこれ以上盛り上がらなそうだから変えるんだけどさなんかね、姪っ子が私が髪型が随分変わっちゃったからさ、なんか多分サイが帰ってきてから最初の頃結構人見知りというかしてたんですよ。なんかビビってた長野の方言でワニールって言うんですけど、なんかちょっと人見知る感じの。おそう、9万7000ポイントありがとうございます。もうすぐ10万、早い、初日で行く数字じゃない、みんなありがとう、ラブ。今全国に届きました。はい、ということでそう、姪っ子がねなんかあんまりこうあんまり感じになったんだけど、30日にこっち帰ってきて、30日に会ってなんかあんまりこうコミュニケーション取ってくれなくて寂しかったんですけど、今日ついに抱っこさせてくれて一緒に遊んでくれて嬉しかったです。3日かかりました慣れるまで姪っ子のさやかちゃんをアップデートするまでに3日かかりましたけど、またちょっと仲良くしてくれて嬉しかったです。イエーイ。そうそうそう、あと今日じいちゃんちって思ったんだけどさ、じいちゃんたちというかじいちゃんたちとこう家族でみんなで喋ってて、うわーめちゃくちゃ長野の家って感じの喋り方だなみんなって思った。私も含めうちのママとかパパとか兄ちゃんとかじいちゃんばあちゃんみんな含めて、マジでうわーここって長野って方言だなーって思った改めてね。なんか今まで気にしてなかったけど、ちゃんと方言でめちゃくちゃ喋っとるやんと思って。めっこはねいくつ ?2歳になるのかな。バイコトさん、ハッピーニューイヤー2022ありがとうございます。なんかね、やっぱダの対応がやばかったね。めちゃくちゃ語尾にダ使うなって思ったのと、結構なんかねいろいろ考えながら考えてたんですよ、喋りながら。いやめちゃくちゃ方言やなと思って、そうダの多様と、やっぱじいちゃんおばあちゃんはねすごいズラを使うんですよ、そうズラって。もうねうちの父親母親世代はあんまり使わないんだけど、じいちゃんばあちゃんの世代になると使うのよね。あとこれも方言なのかなって思ったのが、なんかなんだろう、ご飯食べりとかりで止まるやつ、そうご飯食べりとかそれやりみたいな、
これなんか方言なのかなって思う。標準語であんま聞かないですよね。長野は方言のイメージがあんまりない。長野ね、長野県民はみんな標準語を喋ってると思ってるんですよ。でもね、マジでそんなことはない。マジでそんなことはないです。さえも標準語話してると思って生きてきたけど、エイトに入って、やべえ、めちゃくちゃ自分方言やんって思うことが多かったので、そんなことはない。おごりです。長野県民のおごりです。標準語喋ってるというのは。完全にね。そう、でなんかみんなに聞きたいんだけど、なんとか食べりーとか、なんかなんとかやりーみたいな、りーで終わるのはみんな使いますか、それともいやそれは方言じゃねって思いますか、どう思いますか。残念ながらあまり聞かないですよね。それも方言かなと思ってました。使う、長野県民です。やっぱさ、長野の方言なんだろうね。使うよね、長野県民はね、使うよね。また新たな、あ、これ方言だったんだ時点が増えました。あ、方言だったのね、リストが増えましたね。ありがとうございます皆さん。あとはあとなんだろうな、まあ新しいのはそれかな。それがもうやっぱだだよね。だが本当に多くて、え、そうだだとか、え、これ食べるだ、持っていけばいいだとか、全部語尾だ。もうちょっと可愛かったらいいんだけどね、ちょっと田舎っぺ感が出ちゃうんだよね、だって。まあ別に長野の方言なんだかんだ好きなんでいいんですけど、そうやっぱさ、全員が長野の人だからさ、家族でいるとむちゃくちゃだの使用頻度えぐ高い。それもメンバーとかといる時も全然出るんだけど、やっぱ家族でいると家族みんな使うから、マジでなんか会話の中にだの数やばい。全部語尾だになるから、こんばんは、ごめん、全部は持ったわ。食べりは博多でも言う、九州に近いイメージ。あ、じゃあ九州とか、まあでもなんか方言やっぱかぶってたりしますもんね、地域で。こことここ同じ方言の使い方してるとかあるから、そういう感じなのかもね。あとなんか、あ、プセス、なんか九州の方言でさ、なんかあのくすぐったいことをこしょばいっていうみたいなのを聞いたんですけど、それなんかうちも使うんですよ。やっぱ九州となんか近いことがあったりするのかもね。こしょばい言う、こしょばいは結構広いのかな、じゃあもしかしたら。そう、こしょばい、関西もこしょばい、あ、こしょばい分布意外と広いっぽいわ。でも絶対方言だよね、絶対に方言だよね。こちょばいとも言います、わかる。なんとかやけんが方言って知ってるから意識して聞いちゃってる。やけんね、マジ博多とかのさ、そのやけんみたいな方言マジ可愛いよね。あの愛媛もそうだけど、やけんとかはマジで可愛い。この前ドラマで岐阜弁可愛いなと思って。岐阜弁ってどんな感じなんだろう。あんまり岐阜弁が分かんない。隣の県ではありますけど。東京で皿が伝わらなかったのやった。何、皿ってどういう風に使うんですか。じゃあもうどういう使い方するのか今分かんない。さらには家族と電話してるときに方言出てることに気づくことある。なんならさ、友達っていうかメンバーと話すときも全然方言出るんで、電話、家族と電話だから気づく、改めて気づくみたいなのはあんまりないけどって感じ。
新品って意味、あ、なんかさ、え、サラッピンみたいなこと言いません？私は言わないけど、なんかありません？それは違う？この服サラやねん。絶対わかんないわさや。それあえってなる。え、なんて言った？って絶対言うわ。この服サラやねんって言ったら、なんで？えって。おもろ。あ、やっぱサラッピンって言いますよね。サラッピンって言われたら新しいんやなって思うけど、サラだけだったら絶対わかんない。長いに近いデーラとか、な、語尾にヤーをつける。かわいい。待って、デーラーなんか聞いたことある。ゆうのちゃんなんか言ってた気がするな。こんばんは。長野だとサラって言うとゴトって意味ですか？え？なんかピンときてない。とじ例文お願いします。例文お願いします。すいません、ちょっとあんまピンときていません。今ドラマで告白するときに好きやよって言ってるのが、あ、やよめっちゃ言うわ。確かに岐阜の人、確かに。あ、めっちゃ可愛い。それとても良いですね。方言ってなんかやっぱちょっとキュンとするよね。サリーさんこんばんは。今年もお世話になります。こんばんは。今年もお願いします。知識のない方言ないところに住みすぎてみんなの知識に憧れる。それさら捨てて、え、それさら捨ててみたいなのって方言ですか？え、ちょっと待って。おお、なるほどね。それさら捨ててってめっちゃ言うよ。それさら持ってきてみたいな。確かにそれごとって翻訳できちゃうな、標準語で。ああ、方言だ。ああ、言う言う言う、めちゃくちゃ言うよ。あ、それさら持ってきてよとか、あ、それさら置いといてみたいな。それさらさら捨ててとか言うとわけわからん。確かに文字にすると分かるけど、サラサラ捨ててって言ったらさすがにちょっと一回聞き直すかも。なん、え、って。ああ、そうか、サラ方言だな、そういえば。また新しい方言に気づいちゃった。全然長野県標準語じゃないじゃん。誰だよ長野県標準語だよって言ってる人。信じてきちゃったじゃん今まで。それさら捨ててめっちゃ言うわ。言うね。なんかしっくりきすぎて笑っちゃった今。言うじゃんと思って、配信見て長野弁だいぶ覚えた。いいね。みんな長野弁使っていこう。長野弁っていうのかな、何弁っていうんだろう。長野はしんどいこと偉いっていう。偉いはあんま言わないかな。偉いはめちゃくちゃひなのんが言ってたイメージ。ダンスのレッスン中とかに、いや偉いわ今日ってずっと言ってた気がする。私は普通にしんどいっていう。偉いはあんま使わないかな。ご指定もあんまり、若者は使わないかな。聞くけどね、使わないかな、さすがにね。じゃあさ、今までメンバーとかにさ、え、それさら持ってきてみたいな言った時になんとなくハテナを思い浮かべながらみんな対応してくれてたってことかな。マジ困っちゃったの。プロフィールにうつかるがずっと載ってる。え、そう、うつかるマジで未だに標準語だと信じてるもん。
絶対に方言じゃないって思ってる。方言なんだけど、どう考えても方言なんだけど、マジで標準語であってほしい。むしろなんで標準語やないねんっていう気持ちでいる。え、うつかるの使い、ここ使いやすさえぐいで。そう、うつかるみんな使ってほしい。寄りかかるって意味なんですけど、だったら壁にうつかるって言うんですけど、こういうのはね。そう、関西弁も地域によって使い方違う。あ、なんかさ、同じ言葉でもさ、地域によってマジで意味違うこととかあるじゃん。それむずいよね。それむずい。伊予弁にむつこいってあるけど、いまいち意味がわかりません。むつこいは聞いたことないですね。え、マジうつかるがしてた方言って知った時マジビビり散らかしたもんな。いまだにその衝撃を覚えてるもん。でも未だにさえ普通に使うけどね、メンバーの前で。なんかみんななんて言ってんだろうと思ってるかも。でも誰も突っ込んでこないんだよな。察してんのかな。逆にパイセンとかヒユカが北陸弁バリバリできたら可愛い。ヒユカ方言言ってたような気がするけど、あ、言ってないか。でもそんなにすごいハキハキ喋ってるイメージしかないや。あんまり方言喋ってるイメージなかった。なんか他にもなんか、うわそれ方言なのみたいなやつあったら嫌だな。毎回ショック受けるんだけど、今まで使ってたのみんなになんか気使わせてたってなるから。サリン、お話し会の時に関西弁よく映っちゃうの可愛いなと思ってた。マジ関西弁の映りやすさ半端じゃなくない？関西弁、やっぱ関西弁って聞く機会がすごい多いからだと思うんですよ。テレビでもさ、そのなんだろう、あんまり博多弁とか聞く機会ってそんなにないじゃん。博多弁をバリバリ喋ってらっしゃる芸能人の方ってそんなに多くないじゃない。でも関西弁の人ってめちゃくちゃ多いじゃない。やっぱ大阪から出てきた芸人さんとかめちゃくちゃ関西弁バリバリで喋るしさ。そう、だから関西弁聞く機会が多い方も耳が慣れてるからもう映るんよね。めちゃくちゃめちゃくちゃ映ります。京都大阪神戸も1時間以内の距離なのに全然違う。なんか関西弁って言ってもなんかこうエリアによってなんか全然違うっていうね。関西弁ってこう一括りにするなっていうぐらい違うらしいね。そう、真白ちゃんも方言使うイメージあんまりないな。あんまりないですね。関西同士でもたまにうんってなる。あ、そうなんだ。なんか似たような感じで喋ってるけどたまにあってなるってこと？めっちゃおもろいやんそれ。いいね、なんか楽しそう。大阪弁は淀川と大和川を越えたら言葉変わる。今読み方合ってるのかな。ノリで読んだけど今読み方だな。大阪ってさ、なんか大阪の人にしか分からない特殊な地名結構あるくない？何それみたいな、誰が読めんねんみたいなやつあるよね。大阪の人は読めるんだろうけどさ。そう、だから合ってるのか分かんないから、あんまり大阪の地名はあんまり読みたくない。マジでなんて書いてあるのかよく分かんないから。
を現在98,778ポイント、すごい、ありがとうございます。あ、待って、放出って書いて放出って読まないってことはしてるけど、なんて読むんだっけな、忘れちゃったな、忘れました。そう、放出って読まないことは知ってんの、でもなんか難読漢字みたいなので出てたけど、マジで覚えてない、記憶がなし。花点読めるわけなくない、何それ、花点ってなんやねんマジって思う、むずい、地名は本当に難しいなって思う。北海道とか特に、北海道はさ、その何アイヌの言葉を当てはめてたりするから、漢字に本当に読めない、勉強しなきゃなって思う。そうだって辞書にさ、そのさ、それこそだから話すっていうその放出の方調べても、はそので、そので出るって字も調べても天とは書いてないやん多分。いや、わかんない、あるかもしんないけど、たまにそのあったとしてもその後ろの方にあるじゃない。だからマジでね、その普通の波の知識では紐付けられない、読めないですね、難しい、地名は難しい。なので、もう全国の地名を間違えずに読むのは多分無理なんで、まずは長野県の地名を間違えないことだよね今多分一番求められてるのは。それ以外の地名をちょっと許してほしい。なんかもし読む機会があったらちゃんと調べるから、パッと読めないのは許してほしいよね松山に勝ち町ってあるけど最初読めなかった。勝ち町は読めないね、読めないわ。歩行町歩行町って読んじゃうと思う、初見だったら。なんて読むんやろうって絶対やると思う。いや、地名むずいよな、ほんと。東京に御徒町あるから読めそう。でも歩行って書いて勝ちとは読めんくない？御徒町もむずいけど、確かに。三田も東京では三田だけど、神戸では三田って、あ、そうそう、同じ漢字を書いても地域によって読み方が違う地名とかあるじゃないですか。あれもややこいよね。あ、こっちではこう読むけど、こっちではこっ、あー、うん、どっちってなるよね。わかる。めちゃくちゃわかります。あるあるですよね。日本の地名ってむずいなって思う。市町村名は被らないように調整してるし、あ、そうなんだ。でも結構同じ地名、あ、市町村名にはなってないってことなのかな。なんか結構同じ地名というかありますよね、なんか被ってるとことか。地名じゃないけど一緒になんて意味不明なのかな。七夕、確かに何が棚で何がバタなんだって何度思ったことか。七夕はマジ初見じゃ読めないね。もう知識としてさ、その読めるけどさ、七夕マジでさ、どれが何やねんってなるよねどこがどう読んだら七夕やねんってあるね。面白い地名、勉強すればするほど面白そうですね。多分しないと思うけど。こんばんは。東京の地名全然読めないよ、さや。ちなみに東京初心者すぎてまだ全然読めない。まあ、まだ引っ越して半年なんでね。こんばんは。
市は合併する前に公募で決まって、あ、合併でできた市なんだ。じゃそんなに昔じゃないってことか。え、そのまあ、昔っていうかそんな十数年とか全然経ってると思うけど、そのめっちゃ昔ながらの地名っていうか市の名前ってわけではないんだ。なんで東温市になったんだろう、気になる。もう東温市第二のふるさとみたいなさ、親近感あるからさ、なんか気になっちゃうよね。気になりんご。14年前。あ、そうなんだ、本当に最近だね。あ、平成の大合併みたいな時ですか、もしかして合併したの。暴露帳ね、暴露帳さんマジ初見でどんな字やねんって思った。なんでそんな漢字を地名に使ってるのってすごい思った。そのなんだろう、その喰らうって字じゃないですか。なんかあんまりいい意味でその漢字って使われないじゃん。なんかいい意味っていうかさ、そうあんまり使われないじゃん。そう、どういう字やねんって。馬を加工してた。あ、やっぱでも地名にはそういうなんか昔のさあれありますよね、昔ながらの。なんか地名にその土地のあれが特色というかが入ってたりするっていうね。だから渋谷とかさ、なんか谷が入ってるところはそのなんだろう、水害がめちゃくちゃ起こりやすいとか、地名にそのヒントを残してるみたいな。だからその気をつけた方がいいみたいな、あるって言いますよね。昔の人はいろいろ考えて名前をつけていたんだろうな。こんばんは。おかちまちは兵所が住んでいた。そうなんだ、兵所を勝ちと言った。なんかおかちまち、東京は本当に歴史の名残が多いから好き。ああ、そう、そういうのを知りたかったら、あのタモリさんのブラ散歩でしたっけ、ブラタモリかいろいろ間違えたわ。ブラタモリを見ると全部学べると。ブラタモリめちゃくちゃ面白いんですよね。タモリさんが超博識だから。そう、たまに見るとめちゃくちゃ勉強になってすげえ楽しいから、また見ようと。錠前で出てくるアタゴも難しい。アタゴ最初さ、台本で渡された時読めなくてさ、引いた。ネットで検索した。え、何これ、なんて読むのみたいな。そう、来ました、おめでとうおめでとう。辞書を引くみたいな感じで、なんて読むのって言って辞書を、辞書を引くというよりは、まあ、検索だったんですけど作品。ジョンマイの台本結構読めない感じあって調べたんですよね、結構ちょこちょこ。なんか私結構漢字の読みには強いんですけど、それでも分かんない漢字がいくつかありました。そう、なんだっけな、あ、でもどれが読めなかったのか今となっては全然わかんないんだけど、何が読めなかったんだっけな。アタゴとかは本当に読めなかったし、あ、どれだろう、どれだったか忘れちゃったけど、いろいろちょこちょこありましたね。あ、コンピラとか、あ、大権現様とかも調べたわ。大権現も読めなかった。確かに
も東京のそのなんだろう、東京をこうブラブラ歩いてなんかその地名、なんだこの地名ってなったのをその由来とかを調べる散歩とかしたいよね。絶対おもろいやんね。絶対おもろいよね。なんか東京の昔ながらの街並みっていうか、その昔ながらのその少しでも特色が残った場所をちょっと歩きたい。川沿いとかさ、そう磁気進化下流、あ磁気進化下流もどこで切るのか最初分かんなかった。磁気進化下流なのかみたいないろいろ考えたけど、進化下流っていうののその磁気、進化下流に磁気がついてるから磁気進化下流ってこう磁気で一回切れるんですけど、それ初見だとマジでどこで切るんだろうみたいな、何これってちょっと思ってた。あ、ニラ山読めなかったよ。ニラ山調べました。みんなよくわかるね。みんなセリフ覚えてるからさ、私が何の漢字読めなかったか推測できるのめちゃくちゃおもろいな。ぜひ YouTube の企画で、 YouTube の企画にするんだったらちゃんと本当に勉強して嘘言わないようにしなきゃいけないから、むちゃくちゃ大変なんだよな。面白そうだな。なんか東京で一度も散歩ってしてないからブラブラ歩きたいですね。時間のある時にしかできないですけど、そう。まあ今日は10時ぐらいまでぼちぼちやったら終わりにしますか。もう1時間45分も喋っていますね。元気ですね、とってもめちゃくちゃ元気です。20時に終わりにして、ちょっとメール今日送ってないのでまだ送らないといけませんね。東京こそ散歩しがいがある、それはね思う。なんかマジで田舎は本当畑しかないから一生景色変わんないけど、東京はマジ散歩しがいありすぎる。めっちゃわかる。今何調べようと思ったっけ。よし、隅田川沿いを進め、あ、そう、隅田川めっちゃいいって言うね。寒くなかったら夜の散歩がおすすめ。夜は怖いからまず昼からだね。夜散歩するならちょっと家の近くがいいよね。東京はね、そう、歴史が詰まってると思う。めちゃくちゃやっぱ江戸時代からずっとその日本の中心として栄えてきた町だからね。京都もそうだけど、歴史がある町は面白いよね。こんばんは。鉄の故郷はいろんな史跡が残ってる。あ、そうなんだ。なんだっけ、錦糸町のあたりね、スカイツリーのふもとらへんですね。こんばんは。日本橋七福神巡りがおすすめです。へえ、日本橋いいですね。よきみざわです。あけおめ、あけおめ。当社は田んぼだらけ、家が建ってだいぶやったけど、あー、まあお家がやっぱ建ちますよね。当社なんかベッドタウンになりそう。厚山のね、隣の市だし、車でそんなに時間かからないし、そしてのどかだし、ベッドタウンっぽいですよね。いいですね。なんか錦糸町
錦糸町に行く機会が最近ちょこちょこあったんですけど、ちょっと歩いてるとなんかうまそうな店がいっぱい、美味しそうなお店いっぱいあるので、なんかまた行きたいなと思ってるんですけど、あんまり行く機会がないのでって感じ。はじめまして、はじめまして、はじめまして。でもマジで東京は本当に分かんない、本当に分かんないね。な、うん、全然まだ遊んでないから東京で分かんないです。でもさ、なんかそうね、東京の地理に詳しくなりたいな。なんかどこからどこに行くとかなっても何に乗ればいいか全く想像つかないから、もう乗り換え案内を駆使しないとたどり着けないからね。なんか東京の人ってすごくない？なんかどこへ、例えば東京駅にいますってなって、どこどこに行きたいってなったら、ああ何線ねみたいな。なんでそのパッてわかるみたいな、こんなに膨大な電車があってなんでパッとわかるみたいな、ありますね。その驚き未だにあります。すげえなーと思って、未だに東京とどっちのどこのどっち側に何があるみたいなわかんないもん。なんか唯一わかるのは新宿、原宿、渋谷が近いってことだけだね。山手線でくっついてるってことしかわかんない今んとこ。あと地下鉄を色でいいやつね、丸の内線って言われたら赤いやつねって。確かに、え、でも地下鉄確かに色わかるな私。わかるわかるわかる、多分全部は分かんないと思うけど半分ぐらい分かるよ多分。赤いやつだったら御堂筋線やん。それはもう大阪人の考えないよ。御堂筋線分かるけど、御堂筋線もでマジ大阪の電車こそやばい。大阪の電車マジでなんかもう迷路無理、似たような駅名多すぎてマジで一生たどり着けない。大阪無理だね。東京に住んでいても地下鉄は2つです。いや、やっぱそうですよね。地下鉄、鬼むずいですよね。環状線は回ってないから気をつけて。え？大阪の環状線ってさ、山手線みたいに回ってるわけじゃないの？え？騙されてる。環状って書いてあるからずっと回ってんのかと思ってた。そうなの？名古屋が複雑。名古屋はもうなんか、電車に乗ることを全て諦めてる。名古屋マジで無理。名古屋でお仕事とかあってちょっと時間あったとしても、もうなんか名古屋駅の周りしか行けない。もうどこ電車でどこかに行くとか無理、したことない。もう名古屋無理やわってやってる。銀座線オレンジじゃね。大阪環状線は回るやつと回らんやつがある。あ、なるほど、回るやつもちゃんとあるんだ。あ、行き先ちゃんと確かめないと知らないうちに奈良とか和歌山に連れてこれる。あれあれ、ここ奈良だなみたいなこと回ると思ってたらむちゃくちゃ怖いじゃん。そんな罠があんの。あ、ちゃんとでも環状線で回るやつもちゃんとあるのね。よかった、環状線って名前で全く回らないのかと思った。だから それしたらもう名前にめちゃくちゃ騙されてるやんって思ったけど、銀座線は黄色です。え、銀座線黄色は嘘じゃない？絶対あれオレン、どう見てもオレンジじゃね？え、銀座線オレンジじゃね？
こんばんは、まあ、人によっては黄色かもしれない。でも私の記憶の中では結構鮮やかなオレンジなんだけど、あれ？回ると思ってたら途中で急に和歌山方面に行き先が変わるタッチの悪い電車が結構ある。え、怖っ。急に変わんの？表示が。え、なら行くやんみたいな。怖すぎ、怖すぎ、怖すぎます。それはで、なんか東京の地下鉄はメトロと都営があるじゃないですか。マジでややこしい。何が何やねんってなる。どれが何やねんみたいな。マジで分からん。地下鉄むずいよね。できるだけ、できるだけ JR で生きていきたいけどね。そう、できるだけもう JR だけで生きていきたい。でも地下鉄の方がすごい最寄りだったりしてめちゃくちゃ便利なんだよな。そのどっか行きたいって時にさ、 JR 最寄りが地下鉄とかやっぱ乗らざるを得んからあーってなるね。こんばんは、こんばんは。はじめまして、はじめまして。地下鉄のくせに地上に出るやつある。結構悪くない？でも結構あれ地上じゃないみたいな時あるよね。メトロと都営乗り継いだら別の、え、そうなの？あれつらい、めちゃくちゃつらい。大阪駅と梅田駅が一緒か知らない人が意外と、え、一緒なんですか？大阪駅って使ったことないな多分。え、使ったこと、あ、あるか、乗り換えで使ったことあるか、あるかも。ちょっとあんまり覚えてないんですけど、全然わかんないや。この前友達が都営の切符でメトロ入ろうと勤められてた。まだ切符も、切符を使ってるところも可愛いしね。めちゃくちゃおもろいな、その話。そういう時のためのスイカだね。もう問答無用でピッ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 でいけるからね。大阪と梅田は一緒。そうなんだ。 JR は大阪駅、地下鉄と阪急阪神が梅田。なんか暗号言われてるみたいな気持ちになる今。阪急阪神みたいな。いや、わかるけどね、馴染みがないからね。バイコトさん、今日明治コーンありがとうございます。スイカ忘れた。あー、まああるある。最近スイカなんか日によって使うカバンを変えるようになったんですよね。その日着てる服とかその日の荷物の量とかでカバン変えるようになったら、スイカを家に忘れることが頻発しすぎて携帯に変えたもん。ついに紙カードからモバイルに変えたね。今ずっと今まで、いやでも携帯の充電落ちたら死ぬしなと思ってスイカをカードで意地でも使い続けてきたんだけど、忘れすぎて携帯に変えた。だからちょっと友達にもモバイルにしたらいいよってお勧めしといて。梅田に行こうとして迷って何度も大阪駅に着いた思い出。でもなんか歩けばすぐ近くってことでしょ、多分。大阪駅から梅田駅ってその線が違うだけで。地下鉄は谷町線かなが東梅田、御堂筋線が梅田、四ツ橋線が西梅田と、さらにややこしい。なんか大阪って駅名がなんか似たようなの多すぎて、なんか待ち合わせ、え、鬼むずいみたいな聞いたことありますね。そう、アップルウォッチに入れてるの？いや、アップルウォッチではなく携帯です。なんかアップルウォッチに入れたはずなんですけど、なんかうまくいってなくて携帯で、アップルウォッチに入れなくても別に携帯でいいやと思って携帯にしてます今。松山駅と松山市駅の違いが最初は分からなかった。あ、私も分かんなかった。
だから伊予鉄って何って思ってた、ずっと愛媛で幅を利かせてる伊予鉄って何って思ってたぐらいです、最初はね。今となっては慣れましたけど。こんばんは。京セラ駅で降りたら京セラドームには行きません。え、何それ、京セラドーム駅があるの？でも京セラドームに最寄りではないの？何その罠、怖っ。なんで京セラ駅って名前にしたんだろうね。近くもないのであれば。滋賀の、お、あ、読めない京セラの本社前駅として京セラ駅がある。あ、なるほどね、近江鉄道。うわ、今おまで行けたのにな。今20点ぐらいは取れてたね。おみたいなところまで行けたから、おって読むことは分かったから20点取れたということにしますね。あ、なるほどね、本社とし、本社の、本社に、あ、本なんて言うんだ、本社があるから京セラ駅にしたけど、別に本社と京セラドームは近くないのでっていう罠ね。うお、ややこしい。ややこしい、ほんま。なんだよその罠。京セラドームって行ったことないな。で、今度行く機会があれば気をつけましょうってことね。福岡も地下鉄は天神駅だけど、西鉄は福岡駅。西鉄初劇、初劇。企業名が駅名になるなんてすごい。確かに。まあそんなこと言ったらね、名古屋違うわ、愛媛違う、愛知なんてあのトヨタがあるからトヨタ市ができちゃうぐらいだから、やっぱ企業がでかくなればなるほど周りに与える影響ってめちゃくちゃでかくなるんだなって思うね。トヨタさん、まあトヨタさんがもうなんか一流企業すぎてって感じはあるんですけど、市ができちゃうからね、企業さんがビッグであればあるほど影響力もとんでもないんだなって思う。地下鉄に東京駅がないようなもんやな。あ、そうなんだ、地下鉄に東京駅ってないんや。え、東京駅って地下鉄ありますか？ありますか？とか言って全然東京駅のこと分かってないの。丸の内線には東京駅ある。あ、確かに丸の内線で東京って降りたことあるわ。確かに。確かに丸の内線で東京駅降りたことあるな。使ったことありました、すいません。知識として蓄えられていませんでした。東京駅ね、好きだよ、綺麗だよね。最初の頃よく東京駅使っててさ、そのなんかめちゃくちゃ綺麗じゃん東京駅って、中も外もめちゃくちゃ好きだね。京セラドーム握手会で行ったでしょ。握手会京セラドームでしたっけ。え、大阪でやった握手会京セラドームか。じゃあ京セラドームも行ったことあるじゃん。おかしいな、全然。まあでもね、ちょっと4年以上前の話なんで、ちょっとすいません、ちょっと忘れてしまいました。なんだ、京セラドームね、行ったことあります、嘘つきました。京王線の東京駅はほぼ有楽町なんだっけ。京王線のさ、危な、京王線のさ、そのホーム、東京駅のホームってさ、なんだっけ、なんかその新幹線、成田新幹線みたいなのを通すために作ってたけど、やっぱなしでってなって、まあせっかく作ったし駅でも作るかみたいな感じで作ったんじゃなかったっけ。
じゃあこの前京葉線で東京駅降りてさ、マジでなんか乗り換えめちゃ鬼遠くて、この気持ちディズニー行った時味わったことあるって思った。いつも味わうやつって、今日するって決めてた宿題終わらせてきた、抜けてたけど戻ってきた。え、天才がいる。やっぱ天才だね。お疲れ様、見に来てくれてありがとう。疲れてるのにありがとう。一度でいいから東京駅で泊まってみたい。え、めっちゃわかる。ステーションホテルでしょ。さ あそこにあるさ、トラヤによく行く、よくっていうか、まあ、2,3 回行ったことあるんだけど、トラヤ、あの家に帰るときにさ、うちの母さんがトラヤの和菓子が好きだからさ、そのお土産で買って帰ってすんのよ。で帰るときって新幹線乗るからさ、東京駅で買うのがいっちゃん手っ取りも早いのよ。でそのトラヤに行くためにステーションホテルの中を通らなきゃいけなくて、なんかトラヤに行くためだけにちょっと綺麗な格好で家帰ろうとするもんね帰省する時の格好、まあ、今回はちょっと寄ってないけど年末だったし、あのトラヤに寄りたい時ちょっと綺麗な格好するよね。レッスン着とかで行けない。2019年、え、2019年にさ大阪で握手会してたっけ。マジしてたかも。成田新幹線のことよく知ってるでしょ。あのショールームで教えてもらった。ショールームしてたらなんかめちゃくちゃ電車に詳しい人コメントで来てくれてて、それで知ったんだ。ショールームって勉強になるよ。レッスン着でトライアはやばい。でもさ一回行ったことある。でもさやっぱさトライアってさ、もう高級の高級和菓子店みたいな感じじゃないですか。もうなんか店員さんとかもむちゃくちゃ素敵だから、そんな格好で行ってその和菓子を 2,3 個買う、なんか 2,3 個だからそんな大した金額でもないわけですよ。なのにめちゃくちゃ親切にしてくださってたんですよね。あとなんかそのステーションホテルのそのホテルマンみたいな人も、もうなんかキャリー引いてさ、なんかレッスン着みたいな、なんかそんなメイクもあんまりしてないようなさ、もう18歳の時とかだからチンチクリーンがさガラガラって来てさ、でなんか入り口わかんなすぎて、なんかちょっとホテル入ってからんトライアに行きたいのになんかホテルに来ちゃったな、でもマップにはこうやって書いてあったしなみたいな、キョロキョロしたらポポポって来てくれてさ、なんかどうされましたかみたいな、あ、トライアに行きたいんですけどって言ったらさ、そのエレベーターまでさついてきてくれてさ、それでさあこちらでお2階に上がっていただきまして、こうひどっち右手か左手か忘れたけど進んでいただきましてありますよみたいな、めちゃくちゃめちゃくちゃ良き対応していただきまして、やっぱ高級な場所ってその庶民にも優しいんやなと思って、絶対にいつか泊まりたい、それぐらい稼げるようになるぞって思いました思いました。そう、むっちゃ親切、めっちゃ親切です。本当になんかさやっぱそういう対応されるとさ、絶対将来をなんかすごい大事な時とかすごくお金貯めて一度泊まろうって思えるじゃないですか。その将来のお客さんを呼ぶ対応というか、その目先の対応じゃなくて、その何年後何十年後も見据えたその対応に私は感動を覚えましたね。マジで大事やんって思って、盛り上がって22時過ぎちゃった、嘘ってメール間に合わないかも。待って、おちょっと終わりにします、イエーイ。ちょっとあのメール爆速で送ります。待って、さ22時過ぎてると思わなかった、すいません。盛り上がりました、ランキング見ます。13位ちさとちゃんありがとうございます。12位はさっぴさんありがとうございます。11位ひらりんさんありがとうございます。11位なちゃんありがとうございます。9位はゆっこぞさんありがとうございます。8位かわぼたしんじさんありがとうございます。7位ともちさんありがとうございます。6位なんさんありがとうございます。5位アンディさんありがとうございます。4位おちゃむさんありがとうございます。3位あちさんありがとうございます。2とめさんありがとうございます。そして1位はけんけんさんありがとうございます。そしてたくさんタワーを立てていただきまして本当にありがとうございました。新年早々お年玉ありがとうございます。ハッピーです。今年も毎日アイドルは続けていきますので、皆さんぜひぜひお付き合いいただければと思います。2022年もよろしくお願いします。それでは明けましておめでとうございます。またねー。
おやすみ、バイバーイ。